ここからはレッズレディースのコーナー。キャプテンとして3シーズン目を迎えた柴田花恵選手にここまでの戦いについて聞いた。まあやりたいことを全体としてやろうとしているところなので、まあ、まだ全然完成ではないんですけど、まあ、いい方向には進んでると思います。まあ、最初は本当に戸惑っているところというか、まあ、できないことの方が多かったので、まあ、うまくいかないところもあったんですけど、まあ、全然やっていくうちに、まあ、できるんだなっていう、多分そういうのみんなも自信になったと思いますし、なのでそんなに慣れる前に時間はかからなかったと思います。まあでも森さんも結構そういう感じで、多分おちゃらけなの好きなので、はい、そういう雰囲気もあって、まあやるとこはちゃんとやるんですけど、はい、みんなで笑うところは笑ってっていう感じでできてます。今シーズン森監督を迎えて最も変化した部分とは。ボールをつないでっていうところを森さんは重視してますので、まあ、そこポゼッションするところは、まあ、今シーズン見ていただきたいところですし、まあ、あとやっぱりディフェンスの部分を強く言われますね。奪われた瞬間にプレッシャーにすぐ行くっていうところ、囲んでいくところを、まあ、練習の時からもそうですし、はい、試合の時もいい、まあ、森さんもよく言われるんですけど、まあ、やっぱりスタメンで出る11人だけじゃなくて、ベンチにいる選手もそうですし、ベンチ入れなかった選手もそうですけど、全員で戦ってるんだっていうところを、まあ、気持ちをみんなが持って試合に臨めればいいかなと、はい、思ってます。開幕戦はホームで勝利、多くのファン、サポーターが後押ししてくれた。まあ、開幕戦をホームで戦えたということでとても力になりましたし、やっぱりそこで勝つっていうのがすごく大事だっていうのはここまでやってきて当たり前なんですけど、まあ、そこで勝てたことは一番今シーズン良かったかなと思いますね。始まって、はい、やっぱりみんな試合に出たいと思っていると思いますし、そのために日々練習もしているので、まあ、手を抜く選手なんて一人もいないですし、はい、毎日一生懸命やってると思います。では柴田選手が考える今シーズンのレッズレディースの観戦ポイントは。まあ、コンパクトにすごく全体コンパクトに戦っているので、まあ、やっぱり切り替えの速さとかそういうところを見ていただいて、あとは、まあ、自分たちでボール保持するってところをやってるので、そういったところで細かいパスであったりとか、サイドバックが攻撃参加することも多いので、はい、そういったスピード感もあったりもするので、そこも見ていただきたいなと思います。私自身も、まあ、そういう中でやってますの で今ボランチやってるので、ワンタッチツータッチのプレーが多分多くなってると思うんですけど、まあ、そういう、まあ、何気ないプレーが多いと思うんですけど、そんな、ところを見ていただくのと、あとはやっぱりゴール、まあ、近いところでは自分で仕掛けたりとかもしていきたいなと思っているので、そこを見ていただきたいです。いつも応援ありがとうございます。皆さんのおかげで、いつも力をいただいて試合に挑むことができています。今シーズンも、優勝を目指して頑張りますので、よろしくお願いします。ここで再び橋岡選手への質問に戻ろう。将来に向けてイメージしていることはあるのだろうか。もちろん、世界でしっかり戦えるような体作りも、そうですし、それと言葉の壁っていうのがやっぱりあるので、そこで、まあ、言葉をしっかり喋れるようにしないといけないっていうのがそうですし、まあ、そこで、まあ、自分が目指しているというところは、そういったところなので、世界を目指すことを考えているので、そこに必要になってくるものをやっていかないといけないなと思ってます。原口元気選手がフラレッツの寮に1回来て、原口選手が海外ドイツに行った時に、
なかなか試合に出れなかった、まず監督に挨拶しても監督からの挨拶が返ってこなかったと、そういった状況で、ふてくされてもしょうがないと言ってたし、出れないから監督からそういうふうに返ってこないからふてくされるんじゃなくて、プライドなんて捨ててまずは練習をしっかりやることと、もう監督に、ずっと、何回無視されてもいいからコミュニケーションを取りに行ったりだったりっていうのをあっちではやって、そこからまた試合に絡めるようになったっていうのを言ってたんで、例えば自分が行ってもその他のいろんな、もっと複雑なことが起きるかもしれないですし、でもそれでも、サッカーという結果で、見せれば、文句は言われないと思いますし、その中でも自分は、挑戦をしたいなというふうに思いますし、まあ、今の自分が、まだまだなのは分かってます。なのでそういったところに行って、必ず成長できるってわけじゃないですけど、またこっちとは違う、ことを学べるので、そういった意味では本当に、いいんじゃないかなと思うんで。橋岡選手は世代別の代表でも強い思いを持ってプレーを続けている。まあすごく楽しいっていうのが自分の中では、一番に出てくる言葉で、まあ、そういった海外のでかい選手だったり、いろんな選手がいる中で、自分がどれだけ通用するのかっていうのも、そういったところでも楽しめるし、またこっちとは違った、環境もそうですし、選手のもそうですし、そういったところでいかに自分がどんなプレーが通用するか、どんなプレーがまだまだなのかなっていうのがそこでも分かったりするので、そういったところでは本当にまた成長の一つの材料でもありますし、そこに、呼ばれることが本当に光栄なことだっていうのを、また、改めて思いましたし、まあ、すごくハードなスケジュールではありますけど、でもそれでもやっぱり他の人とは違ったそういった環境で、できる嬉しさだったり、またそこで成長できるっていうことで、まあ、自分自身そういった意味でも本当に楽しい、世代別の代表ではあるので、まあまたコンスタントに呼ばれるためにはやっぱりこっちでも試合にもっともっと絡んでいかないといけないと思うので、まずはこっちで頑張ってプラスアルファでそっちがついてくれればいいかなと思ってます。まあ今アンダー20のワールドカップで最高順位が準優勝っていうことで、まあ僕たちもまたそれをに続いてしっかり歴史を作りたいなっていうふうに思ってますし、またそこで歴史を作るためにはもう優勝しかないですし、また優勝すればそれ以上の結果っていうのはもうどのチームも出せないですし、並ぶことはありますけど、優勝という結果を出せばそれ以上の結果を出すこともないので、もうずっと語り継がれられると思いますし、歴史にしっかり刻まれると思うので、しっかり出て、いい結果、そういう優勝っていう結果を持ってこれたらいいかなと思ってます。まあ、アンダー20の、で1年後にはオリンピックがありますし、オリンピックの2年後には、カタールワールドカップがあるということで、まあ、本当に、まあ、自分のうまくいけば、アンダー20のワールドカップで優勝してしっかりオリンピックに出て、オリンピックでいい結果を残して、それからカタールワールドカップに行くっていうのが理想ではありますけど、でもまあそれは考え方によっては、そういうふうにいかないっていうふうに思っていれば、もしかしたらそのための努力しないで、いかないかもしれませんけど、それのために、それにそういう理想に、近づくためにしっかり努力をすれば、
しっかり結果もついてくると思うので、その目標に向かってしっかり、やっていくことが本当に大切だと思うので、まあ、その今の目標、さっき言った目標をしっかり達成できるようにやっていきたいなと思っています。信念を持ってサッカーと向き合う橋岡選手、将来像も頭の中にあるようだ。まあ、やっぱりあのレッツといったら橋岡っていう風になるくらいの選手になりたいと思いますし、まあ、レッツの中でも、まあ、レジェンドと言われる選手がたくさんいる中で、その一人にもなりたいと思ってますし、どの、世代に行っても、レッツで、活躍したあの橋岡選手知ってるって言われたら、あ、知ってるっていうふうに言われてるくらいの選手にはなりたいなと思ってます。最後の質問、あなたは浦和のために何ができますか？浦和のために、まあ、自分の、体を、張ることだったり、まあ、浦和が勝利することができるのであれば、自分は何でもするくらいの気持ちではいますし、そのくらい、浦和にかけているんで、まあ、今、この浦和レッズの一員として、どんな立場でもしっかり浦和の選手として、戦っていける自信はあります。